神奈川県立一人沢高等学校は、神奈川県横浜市磯国一人沢町にあった、全日制普通科の公立高等学校。神奈川県の高校100校新設計画により設立された県立高等学校の一つで、能う台の高台に立地する。略称は、売取高。2013年度から3年間、神奈川県教育委員会から、 国際教育研究推進校に指定され、来日海外研修生との交流会や海外、姉妹校訪問、受け入れ、校内英語スピーチコンテストの実施など、国際教育が充実していた。ほとんどの生徒が進学しており、早稲田大学や慶應義塾大学は数名輩出しており、いわゆるマーチやヒトコマせんといった有名大学へ多数輩出している。就職する生徒は、 毎年数名であった。2020年度より、神奈川県立磯子高等学校と統合し、神奈川県立横浜ひとりざわ高等学校が開校した。校舎等は、ひとりざわ高校のものを使用している。神奈川県横浜市磯子区ひとりざわ町938のに、氷の結晶と翼を図案化したもの。初代教頭のデザイン。 1984年11月に制定。作詞、岡野博彦。作曲、中田義直。男子は爪襟に、スラックス。女子はブレザーに、プリーツスカート。夏服は、それぞれ爪襟。ブレザーを着用しなくてよく、ワイシャツに変えて、白ポロシャツもか。PTA 活動では、懇談会や、セミナーも行う。同窓会は、拳会と称する。 ありがとうございます。